ブルアカアニメの先生、男の模様。わいに中、泣く。どう考えても男だっただろ。男がいるから女の子たちが可愛くなるんや。女のが気持ち悪さなくなるからな。いや、お疲れ。どうやってもサビ太郎よりマシだからセーフ。いや、セクハラしまくるからサビ太郎よりキモいぞ。サビ太郎は命がけで電池やってたんだよな。宇沢霊堺だけ神作画ならええよ。カズサのおまけのキャラにアニメで出番なんてないぞ。男とイチャイチャしたり照れたりしてる女の子が一番可愛いんってことを、わかれ。むしろよくね。もともと先生との絡みで生徒が出れるのがメインやから下手に売りにすると持ち味なくなるぞ。ああ、男にしちゃったか、終わったな。褐色足なめ大丈夫なんか。いや、アニメでも私が主役ね。ギャグ的なシーンの時にあの役が気になってほしい。女主人公のが売れたと思う。この先生ってやつ情緒がヤバいとか言われてるけどどういうことなんや。接するヒロインによって明らかにテンションがおかしくなるんや。イオリとカリンと会ってる時は特に気持ち悪いんで褐色フェチ疑惑があるで。バリバリのギャルゲーなのにユリブタそんなにいないだろ。ゲームで一応主人公の性別ぼかしてるけど生徒の反応は女だとおかしいことだらけだし。男主人公やないと感情移入できひんやろ。無難な高校生やわ。ユリブタって声だけでかいよな。テレマスの竹内 P みたいに顔出すと序盤だけ好かれはしても女の子が好意的な反応を示しづらいんだよな。顔出ししない方が先生イコール視聴者になってやりやすくなるから正解。ちなみに公式漫画や。これあれか、アハレンさんの人か。薄毛じゃねえのかよボケが。頭部は映ってないから。セクハラする先生放送していいの？妖怪足なめハゲとどっちが良かったんやろな。ハゲなのは確定してんだろ。これじゃあただのセクハラ変態男教師やん。まあセクハラみたいな要素は極力省いて割とクールというか置物みたいな感じになるやろな。後ろで生きるとサビ太郎の二の舞や。これ顔は最後まで出さないパターンやな。未成年ばっか出てくる話で性欲出してる成人男性が主人公なのはまあキモいわ。映像化されると特にな。男先生じゃないとエロに繋がらんやんけボケー。す。黒人のハゲやと思ってたのになんやそのサラリーマン。どういうストーリーか全く知らんけど優香って子が一番ええわ。制裁キャラなんやろ。アニメにも出るよな。残念ながら多分出ない。なんやて。逆に性別不明な子かソシャゲアニメはどうしてるんや。見てないが例えばアークナイツとかさ。カンコレの提督は顔出ししても割と受け入れられてたのにな。ちょい役やったけど。ワイが昔やってたソシャゲは主人公が声優事務所のマネージャーやったんやが主人公の上にチーフマネージャーってキャラがいたからアニメ化するときはそいつだけ出てきてマネージャーは存在を消されてたわ。男主人公であれやるのはキモいけど女主人公は女主人公でアニメスタッフがそいつに残って原作キャラよりもゴリ押ししそうだから嫌やわ。ラブライブの虹とかまさにそれやった。あれ主人公は出ないって話やなかったんか？なぜかそういう疑惑があったけどそもそもかなり前に出たキャラ紹介 PV で先生の話をしてるセリフはあった。公式で漫画とかいろいろ展開してるけどその女先生って一度でもあったん？二次創作の、それもごく一部でのみ。先生とかより作画がひどすぎて草。女先生だと抜けないからな。二次創作で女先生を好きにやる分には映画公式は男でええで。放送時間が MX の無職転生と TBS のナローと藤の鬼滅とかぶってるんだよな。言うてブルアカ見るような層は配信がメインじゃね？どこで配信してるのかは知らんけど。ブルアカで序盤が一番ストーリーの評判悪いよね。そこをアニメ化すんでしょ。どうせ2期やるやろ。映っても首から下だけだから声ないっぽい。カンコレみたいに喋らない無能になるんか。先生の声は重要やな。マジで頼む。あの薄らハゲでマスコットみたいに動いて高音で喋ってほしかった。